前回および前々回では二次燃焼ストーブのトーチ製作燃焼をご紹介しました。塗料管に空気穴を開け二次燃焼させ、さらにトーチを合体させ二次燃焼炎とトーチ炎を楽しめるように作り上げました。また空気穴開閉により火力調節もできるようにしました。燃焼の確認では松のペレットを使用しましたが、二次燃焼炎の美しさとトーチ炎のダイナミックさを鑑賞することができ、火力調節も思い通りの強弱可能となりました。今回はその二次燃焼炎トーチ炎にさらに三次燃焼炎を追加させるよう改良を進めていきます。図は三次燃焼薪ストーブと今回の三次燃焼ストーブを比較したものです。各要所に燃焼させるための空気穴を設け、一次燃焼、二次燃焼、三次燃焼させます。三次燃焼の穴位置は二次燃焼穴と同じ位置では二次燃焼となってしまうので、二次燃焼炎の先端が当たるやや高めの位置とします。それでは三次燃焼をさせるための筒を作っていきます。鉄パイプに空気穴を開けていきます。各パーツを組み立てていきます。トーチ燃焼させていたメッシュの筒に三次燃焼用筒をはめ込むだけです。これで燃焼ガスが通っていたものを三次燃焼用の空気に置き換えができます。三次燃焼用筒は取り付け取り外しは容易で、トーチ燃焼と三次燃焼を切り替えることができます。燃焼確認を行っていきます。松のペレット 800g を投入します。空気取り入れ口を開放します。燃料用アルコールをかけます。2分後には二次燃焼が現れました。しばらくすると三次燃焼が現れました。三次燃焼は二次燃焼のように常に燃焼状態とはなりませんでした。二次燃焼炎が三次燃焼穴に近づくと再燃、すなわち三次燃焼します。今回の燃焼確認では、二次燃焼炎に空気を与えると、さらに三次燃焼をする様子が観察されました。改めてよく燃えている二次燃焼にも、まだ未燃ガスがあることを実感しました。
一方、蓋を閉めた状態では炎のスピードが上がるため、三次燃焼炎は消し去られると思います。今回約1時間15分間、二次燃焼、三次燃焼を楽しむことができました。燃焼後のストーブの確認ですが、大きなダメージもありませんでした。以上、二次燃焼、三次燃焼にチャレンジした動画のご紹介でした。